ワンピーレブラー。今二人が固い握手、戦いのゴング、大ライガーコール、ゴングと同時に福岡から大ライガーコールが湧き上がります。高橋選手、はい、すごい声援です。そうですね、地元っていうのもあるんですけど、ね、これでも岸田の表情に注目したいですね。チャンピオンの表情、いい顔になってきましたよ最近、本当に。4月の両国、3度目の防衛を果たしたチャンピオンに対し、ライガーはリングに上がりました。今の自分がこのチャンピオンにどこまで通用するか。ライガーはこの櫛田に対してもう十分に認めて、すげえ強いとまで話しました。その櫛田に向かっていく、そのライガーの姿、レスラーなら強い相手と戦いたい、それが本能だ、ライガーはそう話します。さあライガーが足を決める、腕を取る、こういうじっくりしたグラウンドのね展開から始まるっていうのは、ね、なんかタイトルマッチっていう感じがね、僕はすごく受ける。カンパーマ、山崎さん、はい、ライガーがもうキャリアで積み重ねたあらゆるグラウンドテクニック駆使していきますね。何気なくやってますけどね、うん、本当に引き出しの多い、いろんな今までの経験の中からね、はい、うん、出てきた技をどん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 惜しみなく出していってますよ。そして手拍子が起こる、ファンは待っています。何人もの、いや何百人ものレスラーを釣り上げてきたロメロスペシャル決める、これが歴史を築いてきたライガーのロメロスペシャル。ライガー選手とアメリカ遠征行ったことがあったんですけども、はい、そこでやっぱりこうグランドのレスリングをずっとこうじっくりやった時に、お客さんから This is wrestling コールをね、 This is wrestling っていうね、来たんですよね、うん、そういう基本ね、忠実な試合展開っていうね、どっちも思ってますよね。柴田さん、はい、グランドの攻防でも沸かす、それがライガーですね、はい、やっぱり世界のレジェンドですからね、彼はね。ハンドロック返していった櫛田、そして膝にいった、世界のどんなテリトリー行ってもですね、トップの選手なんですよね今。そしてライガーの左腕蹴り上げていきました、強烈。櫛田は試合前に話しました、ライガーには生涯現役でいてほしい、それでも今日はライガーの腕を折る覚悟で臨んでいきます。仕掛けが早いですね、いつもあそこから側転に行ってね、キック行ったりするんですけど、はい、いきなり腕行きましたね。もう徹底した田内さん、この腕攻めなわけですね、踏み潰していく、かなり仕掛けが早いと思いますよ山崎さん、はい、櫛田のそのこの試合にかける思いというのが伝わってきますね。そうですね、やっぱり今日もタイトルマッチですけれども、もう他のタイトルマッチとはね、全然意味が違うと思うんですね、はい、うん、ライガーと戦う、そしてこのライガーから勝たなければ、うん、このジュニアの未来もないというね、はい、気持ちで戦っている、もうそういうね、入場してきた時からそういう顔つきしてましたよ田内さん、この櫛田の表情に注目という中で、はい、この試合の意味というのは田内さんどう感じてますか。そうですね、どんな思いで戦ってるんだろうってね、ついつい思ってしまいますけども、はい、徹底して腕を、ジュニアにも世代交代っていうかね、もうライガー選手もここ少し引いてはいるんですけど、はい、存在がでかすぎるんですよ、うん、まあ、こう影響力、世界行ったらもう世界の中心って言われるし、はい、それをどう櫛田の色に変えていくかっていう、すごい、なんだろう、でかい壁というか、櫛田自身も話していました、ライガーは新日ジュニアそのものなんです、うっと今着地でちょっと膝が、また膝を狙っていった、ライガーも勝利へ向けて非常なまでの攻撃、見逃しませんでした、すぐに膝に行きました。いや、このシリーズ通して柴田さん、はい、ライガーはこの櫛田の足、そして櫛田はライガーの腕と徹底して痛めつけていきますよね。あの藤田君の料理が出るんですね。ああ、いって鉄柵にいた、あのサポーターの人にテーピングしてますからね、両腕ね、はい、はい、これがまた一つライガーの覚悟の表れでもあるかと思います。そうなんですよね、やっぱクリーンにグランドで
展開するかと思ったらいきなりラフに走るじゃないですか、うん、これはねもう記者も読み切れないですよね。鉄柱悲鳴が聞こえてきた。これ膝殺しのパターンはねいくらでもありますよね。ライガー前哨戦で戦っていく中でも結構櫛田が空足踏んで膝を痛めるみたいな光景は、ね、結構見てたんですよね。いや何かライガーのそのマスクの中の表情は伺えませんが、危ない危ない、いつもにましての怖い怖いライガーがここにいます。あー垂直落下、コンクリートの床に打ち付ける垂直落下のブレーンバスター、まさに鬼のライガーですね。ひどいことしますね中心サンダーライガーが鬼になった。ベルトを取るためには鬼にでもなる。こういう時のライガーすっげー怖いですよね。怖い選手も、はい、もう若手の頃から決めて何度も怖いライガーというのを目の当たりにしてた、はい、僕何回もライガーさんに怒られてたんで、はい、もう本当に今でもビクビクしますけど、そのライガーがリング上で見せるまたこの怖さ、場外観が飛んでいきます。15、17、17、17、17、チャンピオン櫛田が苦しんでいる。おっと崩れた崩れた、入りました。いい、ね、第73代 IWGP ジュニア王者櫛田、対する重心サンダーライガーは過去11度このベルトを体感しています。翔平いった、ライガーの左腕、その櫛田の顔面を捉えていきました。持ち上げる、叩きつける、ライガーゴムだ、これまでもかと見せつけるライガーの技。これちょっと櫛田がペースをつかみ返すのは難しいですよね。一気にライガーペースになってますね、はい、痛いですよね。そしてライガーがトップロープに一度座らせた。どうする、ここからどうするんだ、まだレシーブマンペースライダー、櫛田は丸み返した、櫛田が返した、カウント2。山崎さん、はい、相当なダメージですが櫛田も返してきました。必死ですよね、もう相当追い込まれてますよ、うん、櫛田はね、もう一瞬の返し技しかないかもしれないですね、はい、櫛田も徹底して腕を攻めていきます。そう、その手がそうかというのは、はい、ここ腕最初いったじゃないですか、はい、そこでダメージをこうイーブンに持っていけるというか、なるほど、うん、そのダメージの蓄積になっていくわけですね、はい、スプリングからのエルボー、そしてそのままトミームーンサルト、スピード、そして躍動する櫛田、カウント2で返していきます。田中さん、そういったダメージの蓄積、まあ、櫛田も膝をやられてますし、 そうですね、はい、そこがポイントになってきますかね。そうですね、ただ山崎さん、ライガーが話していました、俺には経験、いろんな勝利の方程式があるんだ、ここも膝で返していく、ムーンサルトに剣弾、そしてすぐ腕を取りに行きましたよ、腕を取り行った、完璧に腕を決めていきます。あらゆる勝利への選択肢を見せてくる中心サンダーライガー、今のね腕の取り方も本当に全く無駄がないですもんね、うん、そしてスタイルを変えて体型を変えてでも徹底して腕を攻める、離していきません。どこ攻められるか怖いですよね、本当ね、ライガーの狙いどころです。ああでも櫛田が腕を取り返すか、腕ひしぎ十字に行こうというところ、クラッチを取った、振り動いた、肘が伸びる、ライガー腕を伸ばす、腕をへし折る覚悟だと話した櫛田、ライガーにはまだまだ現役でいてほしい、それでもそれでも今日勝つためには腕を折る覚悟なんです。腕を折った、これはギブアップ、ライガーへのリスペクト、ポジションもいいですね、それを捉えてでも勝利のために腕を取る、リング中央、リングのど真ん中、ライガーがなんとか体を安定させてオープンブレイク。すごいなぁ、いつの間に形勢逆転しますもんね。そしてライガーコールがまた再び沸きを取ってきます。これはね、ライガーも本気で取りに行ってますし、本当に櫛田もね本気で解釈する気になってますよ、はい、また腕、ライガー最終章を歌う中、最終章を歌う人間にベルトを渡すわけにはいかない、生涯現役でいてほしいと言いながら、それでも
勝利へ向けての思いをこの腕攻めに攻め見せます。石田君やっぱりスタミナは我々も想像以上なんですね、うん、あ今度は腕やり返していったライガー、ライガーもダメージ、ライガーのスタミナすごいですね、はい、声隠し田です。第73代王者の櫛田、ライガーが初体感の時は第9代王者でした。今からそれは27年前、ずっとこの一戦で走り続けてきたライガー、今その櫛田と向かい合う。膝へのドロップキック、低空でいきます、的確にいきます、そして足を取ってドラゴン作る、まだそして足を離さない、板十字固め。いや田内さん、ライガーのドラゴンスクリューですよ、うまいですね、そのドラゴンスクリューの使いで田内さんからもうまいという言葉、すごいです、あの回転が小さいんですよね、なるほど、その分速いです、うん、そして膝を離さない、はい、ここも行く、フルホールド、腕は離さない、その膝を離さない、そして足首を決めていく、はい、つくばって石田がロープになっては届かせない、とんでもない角度に曲がってますよ、足首、足首やばいですね、これすごいですよ、これライガーの石田の足を折る覚悟です。再びベルトに手をかけました。あ、ライガーの首元をつかむ、2人がリング上言葉を交わしていった、やってみろ、そして石田は聞き迫る表情、憧れ、尊敬、すべての思いを抑えてライガーのリングサイドにミサ取れないですからね、ちょっと櫛田の足ですかね、これ櫛田のね、そのミサートレーナーを今蹴り飛ばしていったライガーです。いやもうこれ完全に田内さん怖いですね、ライガー、鬼のライガー、トレーナーにも打撃を加えていった、そしてその静止を振り切って膝攻撃、浴びせ蹴り、ライガーが大一番で見せる浴びせ蹴り、ああただなクルパンといった櫛田、そしてその拳を握った吠えた櫛田と櫛田に行く、そしてあ空中同時で落とし、ライガーが行ったカウント2、本当にあらゆる技の入り方、勝利の決め方があります。ライガーは CT ユーザーにあれをすごく得意技でフィニッシュに持ってきてたので、はい、今危なかったですね、レジェンドベテランと呼ばれよう。